回します。はい。では、じゃあ皆さんちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ちょっと緊張しますね。いや僕ね今めっちゃ楽。ここ数日僕一応自分チャンネルで。そうですよね。人のところめっちゃ楽。昨日はここドリキンさん岩井俊二監督でしたから。いやなんかあの YouTube コラボの人のチャンネル出るときほど楽なことないですよ。わかりました。僕一番いつも楽なんですよ。そうそうそう。いやもう一番気楽なんです。もう羽生えてます。翼を授けますでは、はいはい、ではレッドブル状態で、はい、どうも西田渉です。本日なんですけれども、まあ、この豪華なある意味皆様が本当に待ち望んだ絵ではないでしょうか。すごいですよ、ね、すごいことになっております。本当すごいです。ちょっと修正はいっていうところでまずはご紹介いたします。矢沢貴則さんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたしますというところで、ありがとうございます。やっとお会いできました。はい、そうですね。ありがとうございます。並びにですね、まずはこちら写真展 LSK という写真展を開催しているんですけれども、そちらの会場にねお越しいただきまして本当にありがとうございます。ご足労を願いまして、ちょっと僕らのねその裏テーマとしてなんかこう矢沢さんにこうちょっとこうそれは違うんじゃないのって言われちゃうようなことはしないでおこうっていう感じでなんなんですかこれやっぱりプロカメラマン YouTuber インフルエンサーとしてなんかこう業界キュッとしてくださってやっぱ矢沢さんなんです。そうですよね。そう本当に。あと僕にとっては先輩なんですよ。あ、まあそう、もうプロとして、ね。そうなんです。もうではなくより、まあ、写真業界でもそうなんですけど、YouTube を始めた時にもう矢沢さんがもちろん始められてて、矢沢さんの背中を見ながらいろいろと勉強させていただいてたっていうところもあるので、いやとんでもないことなんです。そういうあれではなくてですね、いや本当に。勉強させていただいたという旨でも今日本当にこうやってお会いできたのが本当に嬉しく思いますし、まあ、今日はですね、まあ、私の方のチャンネルでは期間なくて言いますか、まあ、YouTube5 年ぐらい前にお互い5年ぐらいになりますかね。なので5年前の YouTube の時の写真のイメージカメラとかも含めた写真のイメージと今の写真のまあこういったカメラのことそして写真ってこれからどうなるかなみたいなところも僕らはまあ5年ぐらい 見てきた中でお話できれば嬉しいかなというふうに思っております。ある意味もう先駆けだったわけですね、お二人がね。そういうあれどうなのかって、うん、まあとにかくまあジェットさん、イルコさん、まあ、ユートビーさん、ユートビーさんより前からやられてますぐらいで、ユートビーさん、矢沢さんっていらして、で僕がそこであちょっとトライしてみようかなっていうところでお勉強させていただいた感じなんですよね。なので最初は基本的には ニコンがメインで業務機で使われていた感じです。そうだよね、ニコンからですね。ニコンから、はい、で、まあ、もちろんムービーとかも撮影される関係もあってソニーも導入し始めたっていう変遷だったんですか。そうですか、はい、なるほど。僕は例えばなんですけど、まあ、最初できる限り、まあ、キャノンで行けるところまで行ってみようって感じだったのでスチルもキャノン、ムービーもキャノンっていう形でやってたんですが、やっぱあるタイミングからやっぱりこのソニーの今もこれソニー機で撮ってますが利便性の高さかな。そうなんですよ、ありますよね。そのトッピなことはできないかもしれないですけど、アベレージの平均点の高さって、うん、まあドリキンさんとかもね、重々正直、まあ、今いいなと思いながら見てます。今日はですね、今日はレッドでだいぶ苦労させてます。今日はね、FX30で収録しておりまして、今やドリキンさんこの後に、ライカ談義をしているんですが、概要欄貼っておきますが、ドリキンさんはレッドコモド。X ですね、はい、で収録されているので、まあもちろんですが大変って言いますかね、データも重いですしね、うん、っていう中でやっぱりソニー楽ですよね。うん、なので今って、ちなみにスチルの撮影においてもソニーでやられてる。スチルはもう完全にこう、あ、そうですか、積み分けしてる感じですか、ね、なるほど、うん、でムービーはやっぱりソニーの方が。あ、ちなみにどういった機材を今お持ちでお使いなんですか。スチルは今 Z9 の2台。 Z9 2台、はい、うん、動画の方はソニーの α7S3 とあと FX3 ですかね。あ、なるほど、 S3 と FX、 やっぱりその辺カラーサイズも似てます。ちなみに FX3 と 7S3 と FX3 って、うん、あまり変わらない、ね、色づり少ないですか。やっぱ似てるんですね。昨日の話とも、そうなんですよ、昨日あの岩井俊二監督と対談させていただいて、やっぱり昔のソニーやっぱり正直ちょっとカラーサイズ的に厳しいと、人肌のスキンとか、うん、だけど α7S3 あたりからそれこそ YouTube とかも岩井監督ご覧いただいたみたいで、はい、いろんな方も明らかにあれこれ何で撮ったのって思ったら、うん、α7S3 でソニーこんななってるのみたいな形でおっしゃってましたよね、うん、S3 から変わりましたね、やっぱり。
りエンジンが変わってます。やっぱり感じました。もうメニュー構成からガラッと変わっちゃったんで、うん、そこはまあ今のソニーの元年みたいな感じで地場ところやって、あ、間違いないと思います、うん、同じことしちゃってましたね、今井さんと、ね、全く一緒で、なんていうんですかね、アルファ7-4からもう本当に定まったなっていうか、うん、安定した気しますよね、うん、なんか僕、まあちょっと厳しい、わかんないですけど、究極そろそろ、まあ機種にもよりますけど、スチルすらもソニーもいけるんではって思い始めてる感じはあるんですが、うん、矢沢さんはちなみに、やっぱりスチルはやっぱ、ニコン、うん、そうですね、仕事ですよ、仕事だとやっぱりグドバリになっちゃいますかね、うん、グドバリというか AF に関してやっぱソニーが上のところみたいなのがあるんですけど、自分はやっぱりレンズですよね、 Z レンズはちょっと、まあ、他のメーカー使ってる方に申し訳ないけど、ちょっとかなわないかなっていう気はします。なるほど、なんか僕のイメージなんですけど、うん、Z レンズって昨日それこそまたごめんなさい、岩井俊二監督とのお話もなんですけど、なんかニコン、最近のニコンちょっと気になるって岩井監督もおっしゃってましたよね、うんっていうのが、これ僕の勝手な感想なんですけど、昔は言ったカールツアイスとかコンタックスとかの、あの本当に素直な色作りみたいなのが、 Z レンズっていろんな方々の作品とか見てると、こう白がちゃんと白に撮れてるなっていう感覚がすごい伝わってくるっていうか、まあそれこそライカにも言えるんですけれども、そういうのって大きいですか？大きいですね。自分はやっぱ白と青が割と好きっていうか重視してるんですけど、昔のちょっと D4 ぐらいの時まではニコンで黄色いっていうイメージ、イメージ、おっしゃる通りです、はい、で D4S からもうその辺のホワイトバランスがかなり改良されていて、そこからだったんですか？ D4S から、はい、それはもう NPS のスタッフの人が説明して、あ、そうですか白がちゃんと白に映るようになりましたって言ってましたから、じゃあ今まで違ったのか違ったのか、いやこれ本当にやっぱプロってちゃんとみんなカラーサイズちゃんと理解されてま す、ね、もう本当にもう昨日、岩井監督と会食した時もその話になって、うん、僕も言ったんですよね、うん、昔のニコンってイエローがちょっと一眼レフデジカメみたいに乗ってたんですよと、うん、だから黒人さんとか、うん、ニグロイドの方とかを撮る時は、うんまあ、背景が黒、うん、でイエローが乗るおかげでちょっとこう浮き立ってくれるから、うん、結構ニグロイドの方撮る方とかは結構ニコン使われてる方多いんですよねとか、ゴールドアンブレラとかね、シルバーじゃなくてゴールドを使ってわざとストロボをゴールド発光させて黒人の方の肌の浮きを立たせるとかで、さらにニコンで被せるともう完璧みたいな。ですが日本人とかにとって黄色人種にとってみればちょっとイエローカブちょっと NG の部分あるじゃないですか、女性のねスキントーンで。なるほどな。じゃあやはりなんですけども、結構矢田さんの今までのスチルのまあ流れ見てると D6 まで出てましたっけ、はい、違う、 D6 も結構愛用されてましたよね。しましたね。ただまあその間に Z9 が出ちゃったんで、実質多分2年持ってないぐらい感じたんですよ。結構矢沢さんの今まで の編成を見てると、自分は一眼レフデジカメで行くっていうふうに結構宣言されていたイメージもあったんですけど、はい、徐々に Z9 導入しながら、いやって言いながらこうスッと Z マウントに、人は変わる生き物ですよね。ですよね。矢沢さん名言です。かっこいいのは、ね、そこをちゃんとね明言してね、言葉として組み立てて説明してくれるから気持ちいいんですよね。あと矢沢さんのプロ論あるじゃないですか。あれがね楽しみだ。僕すごく初めてお会いしますけど、うん、めちゃくちゃマッチングが当たってるっていうか、例えばアマチュアであればあるほどいい機材買った方がいいって、これ本当に真理で、もう愚の根も出ない真理ですよね。うんうん、要は腕どうこの前にプロ自体もいいカメラで、アマチュアが100枚撮るところを1000枚撮ったりするからいい写真が生まれるってことあるじゃないですか、うん、それでブドマリを上げるみたいな、はい、そういう考え方とか本当に、うん、やっぱり僕も商業カメラマンやっていた関係もあって、すごいこう大きくうなずく部分があって、うん、そういった意味でもね本当にお会いできて嬉しいなっていうやっといろいろと話すこともできますし、で、まあ、この後のねドリキンさんのチャンネルではこれからの未来志向の話もおそらくそれこそできると思うんですよ。いやもう矢沢さんのライカの写真にも今一番注目してるのです、ね、いやまさかコメントいただけると思わなかった。ありがとうございます。僕ら LSK っていう最初はライカ3兄弟で始めたんですけども、はい、ライカの諸先輩方から怒られるんじゃないかっていうことで、ライカ3兄弟で LSK ってして、あそうメンバーも増える可能性というか、カズチャンネルのカズさんとかもご参加いただくようになったので、なんでそれをライカシューティングキッズっていうなんかいくら増えてもいい、強引っちゃ強引っていうこと、最初はねラオウトキケンシそんな感じで、そうだから海洋ですよ、そう海洋いらっしゃったみたいな。で昨日顧問に、岩井俊二監督が就任していただいたっていう感じなので
ぜひともですね、まあ、これはまあ内科編であの、うん、ドリキンさんのチャンネルで撮っておきますが、うん、ちょっとその辺も踏まえて、うん、今後僕のチャンネルではこういった形で多分ですがこの今視聴者の奥にいる皆様が僕と矢沢さんが並んでいるっていうこと自体も、うんうんうん、あの結構こうおーって言っていただけて、僕は胸熱ですね。うん、やっぱりプロの人が並ぶ、嬉しいですよね。なんで今日この、まあ、約20分か30分の時間でちょっと語りきれないこと多すぎるので、うん、これからは逆に小分けに、うん、あの変な話ちょくちょくお会いして、うん、いろんなことを複合的にお話ししていくっていうのが、うん、今日は本当にエピソードゼロのような形でご挨拶ということができたのが本当に非常に嬉しくてですね、ぜひ皆さんもコメント欄にて祝福のコメントをいただけいやでも どうなんですか、僕今日ゲストで出させていただくとめっちゃ気持ち楽で今、うん、あのリラックスした感じですけどすごい石田さんめっちゃ昨日までは皆さんめっちゃ緊張しますよ、そうそうそう、で見たことないぐらい西田さんの緊張感があった、まだ矢沢さんあんま喋ってないですからね、楽だと思ってますけど、でも、うん、あの僕みたいな旗から見るとやっぱりそのプロの写真家が一個の画に同時に入るっていうのをあんまり YouTube で見たことがない。緊張するんですよ本当に。なんかライバルっていうか分かんないですけど、なんかどういう関係性になるのかがちょっと読めなくて。どうですかね。ライバルとか。そこ振りますか。そう。ではない。どう。そこはないんですね。なんかあの写真家の人たちバチバチなのかなとか横で見ると勝手に思ったんですけど。そういうイメージありますよね。ちょっとありますよね。多分なんですけれども、僕らまあ写真家。カメラマンであると同時にユーチューバーでもあるっていうのは大きいですよね。そう来たから、なぜ矢沢さんが5年も前からぜひぜひプロでありながらユーチューブを始められたのか、うん、まあ、いろんなね、うん、ところで語られてますから、始めるきっかけって、まあ大きく分けて2つなんですけど、1つはまあ割と時間ができたっていうことなんですよね。でその時間ができた理由っていうのは、あの大体のプロのカメラマンは1本いくらとかで仕事するじゃないですか、うんうん、で自分は結構早い段階から著作権で飯食うっていう風に変えたんですよ。なるほど、うん、だから1本いくらってすごく危ういじゃないですか。それで日雇いのね労働者と変わらない仕組みで、しかも設備自分で用意しなきゃいけないから、うん、すっごく効率が悪いわけですよ、うんうん、でそれがバカバカしいなと。でスタートが私遅かったんで31で脱サラして始めてるんで、うん、それなんでまあ実際キャリアって的には西田さんあんま変わらないと思うんですよ、ね、カメラマンとしてはキャリアですよ、うん、でその遅れたスタートの段階で巻き返すにはどうしたらいいかって考えた時に、いかに動かずに収益を上げるかっていうところに考えた。大体カメラマンってとにかく数こなしてっていうみんな周り思うじゃないですか、うん、それはもう疲弊するだけだし、自分はもうその30過ぎてるから体力的にも今後どんどん衰えていくしって考えた時に、いかに動かないようにするかっていった時にとにかく権利なんで、まあ、サーキットに写真撮ってきてそれを販売するなり自分なりのロイヤルギャラリー作るなりして、それでもう日々今こうやってる間にもお金をしてくるっていう、あ、そういう仕組みを作ってらっしゃるんだ。もう20年前から。だからストック型のお仕事にもう最初からそこをちゃんと見つけてた。でその時にもしかして YouTube もこれストック型になるんじゃないかっていうふうにお気づきになったんですか。うん、いや YouTube に関しては、うん、今まで自分がやってこなかったこと何があるかなって考えた時に、自分が出るって出役になるっていうことをやってなかったんですよ。でまあ喋ることが得意でもないし、果たして周りがどう思うかなっていうのもあるんですけど、まあ、その始めた時も50過ぎたんですけど、もうとりあえずやってみっかっていうところでやってみたのが一つなんですけど、あともう一つは、まあ、あのその当時もカメラ系で発信されている方何人かいらっしゃったんですけど、大体まああの安いカメラとレンズでもこんだけ素晴らしい写真撮れますよっていうのがあったんですよ。なるほど、うん、いやと、うん、なるほどなるほど、一貫してるんだそりゃ受けるけど、うん、その方も皆さんに受けるけど、そうじゃないよって言って、そういう方が全部プロを標榜して言ってるんで、プロがみんなこの安価な機材でやってるって思われちゃうと、それはそれでちょっと違うよね。なるほど。で私が最初にあのいい機材使わなかったら上手くなりませんって言ったら、すんげえバッシング食らった。いやあのその時のね、矢沢さんのね切り返し方が本当に見事でね、やっぱバッシングしてる人の浅はかさが透けて見えるんですよね。どっちがいい悪いじゃないじゃないですか、プロとして何を使うかだし、あと先ほどもねお話した通り、やっぱブドマに上げていくのがプロなんで、先ほど言ったとおり、そうやっぱ
楽してってわけじゃないですけど、ある程度オートメーション化しながら撮ってもクオリティ上げていくっていうではやっぱりね、ハイエンドになりますよね。それを伝えるために解説したという、その2つだったんですね。なるほど。特に動体撮影に関して解説する人は誰もいなかった。望遠レンズ使ってくれなかったので、自分はファッションの人にライブステージなり動画で超望遠使ってとにかく連写するっていうことをやってたんで、そうした時にやっぱ機材勝負ですよねっていう話で、そういう話をしてるんだけれども、それが伝わらない人とか当時いっぱいいたんですけど、その後にやっぱり西田さんとか上田さんとか出てきて、やっぱりいい機材使った方がいいよねって話になってきて、まあ、ちょっと味方ができたみたいな、うんうんうん、ですよね。僕らそこから押し出していきましたもんね、とにかくフラッグシップ行こうと、でもう最高のものを使うんだっていう、プロフォト使いましょう、プロフォト絶対プロフォト、ゴドクソダメ、ミスファイア起こったらもうゼロサムだからっていう、そういうそこなんですよ。だからストロボロも結構僕ら似てたりとか、そう三脚もね、三脚確かに確かにそうなんですよね。いやバチバチどころか意外と通じ合ってたんです、見えないところで。何でも本当にちゃんと目指していくと、みんな価値観って似てくるっていうところになるのかなっていうのは思いますよね。あと結構アマチュアの方ってメーカーごとに見る方が結構いらっしゃって、でまあ私も西田さんも多分根底では考え方近いってお互い思ってたと思うんですけど、似てます似てます。キャノンとニコンっていう勝手な派閥で見られたみたいな確かに。でも僕らもここで今やっとお会いしましたけど、僕らもそれをある意味客観的にちょっと利用してた部分も、利用って言ったら言葉は悪いですけれどもね、でニコンの人、ニコンのスチルの人、キャノンのスチルの人っていう、でムービーはお互いそんな語りませんでしたもんね。だんだん今だと僕その DJI のオズモとかもなってますけどもね、どっちかというともうニコンのスチル、キャノンのスチルっていうところでやったっていうのはやっぱり、でもいよいよ時を経たって言ったらあれなんですけども、こうやっぱり自然と人と人とがつながっていくこの渦のような感じがやっぱり面白くてですね、まあ、今回それこそ石井さんにねこういうふうにアテンドをしていただいたおかげでスタートしたっていう企画ではありますけれども、ぜひともこれを機にね、今後またコラボレーションしていただけたらと思っております。あとは僕は早く増田さんに会いたい。マスダさん、キャノンユーザーのマスダさんですよね。そうそう、マスダさんに会いたい。もうマスダさんとね、矢沢さんの掛け合いも楽しみでね。大体調子になりますね。そうそうそう。そのドエス感がまたいいですね。って言いながらマスダさんも結構いい感じのツッコミ入れますもんね。そう、あれがいい。ですよねっていう。あれがいい。いや、俺も知ってるとってのはちょっと全面出しすぎる。いやでもそれは逆に矢沢さんの度量の広さといいますか、受け入れるようキャパシティの広さなのかなっていうのは非常に伝わってきたりして、非常に楽しいなと思ってる次第でございますっていうところで、いやまずはですね、本当にエピソード0にはなるんですけれども、矢沢さんこれから本当に改めてオンもオフも、はい、でコラボレーションよろしくお願いいたします。でまあ、ニコン、キャノン、ソニーのお話を、簡単にはさせていただきましたが、実は今、矢沢さんはライカの M11 を購入されてました。はい、ありがとうございます。もうちょっとではですね、この後、ドリキンさんの動画の方ですね。ごめんなさい。ではこの後ドリキンさんの動画の方でね、ぜひちょっとライカトークもさせていただけたらと思います。急に緊張してきたんですけど。ターン変わって。でもやっぱすごい、全てはライカで繋がるって面白いですよ、ね。これ実はライカのおかげで繋がった縁が結構パーセンテージ高いです。あの派、ニコン派と勝手にカテゴリー化されてね。そしてここで開講するっていう、うんうん、いや本当にね面白いです。とにかくあの矢沢さんが120日目動画上げた時にこれがチャンスだと思って、自分のところもあれですよね。そう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 、うんうん、いや楽しみですね、はい、という形で概要欄に、ドリキンさんの方の、矢沢さんと、まあ、ライカトークになるかな、まだどうなるか分かりませんが、ドリキンさんのチャンネルでも矢沢さんのトーク続きますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただけたらと思っております。まずは、お会いできて本当に嬉しかったです、はい、ありがとうございます。ドリキンさんも石井さんもありがとうございます。ご参加いただきまして、それでは失礼いたします。西田渡でした。皆さんありがとうございます。多くの皆さんがいらっしゃいまして、ありがとうございました。ありがとうございました。いやすごい。